初注意だぜ。皆の者、また会ったな。蘇った聖徳太子、豊里耳の巫女だ。風水師、物のげの太ぜ、糸とうとき蘇我の亡霊、蘇我の閉じ子だ。さてそれでは毛利元就解説第18話。備後方面で起こった大内家と天子家の死闘、備後神鍋城合戦について解説していこうか。太子様、よろしくお願いいたします。天文12年、大内家は合戦と太城の戦いにて大敗。毛利家の本拠、吉田郡山城のすぐ隣、備後国の大半の国衆が、天子家に寝返った。毛利家にとって危機的な状況ですね。そこで毛利元就は秋国東西城代官、広中高兼と共に奮闘。負の崩れという大敗もあったものの、天子方勢力の逆襲を抑え込むことに成功する。なんとか裏切りの連鎖を止めたのじゃな。そして、その間に敗戦の傷が癒えた大内家は、備後国の奪還へと動き出す。そのメインターゲットとなったのが、備後神鍋城の山名忠興であった。以前からかなりちょくちょく出ておりましたが、こやつはそんなに有名人なのですか？どちらかといえば無名の部類に入るけど。戦国前期の備後を語る上では決して外せない超重要人物だよ。ということで、最初に少し山名忠興について解説しようか。太子様、手短にお願いします。この動画、脇道にそれることが多いからのう。もともと山名忠興は、備後山名家重臣である杉原氏の出身とされており、主君を追い出して自らが山名氏を名乗ったとされていたが、現在では大永8年、山名宗陵家の命で田島から備後へ下校した、山名彦次郎という人物が、山名忠興とされている。偽りの山名家ではなく、れっきとした山名家の人間じゃったんじゃな。また、忠興の偏気である忠、は山名岩見守護家の通り字であり、そのことから忠興は山名岩見守護家の一族、というのが有力な説となっている。もう片方の興、という字を鑑みるに、大内義興とも関係がありそうですね。忠興が備後へ下校した大永8年当時、山名宗陵家、山名助豊は大内家と同盟、反天子家の姿勢を強めており、備後方面にて大内家と共同するため、忠興を備後へ下校させたと思われる。ということは、忠興は山名家の中でもかなり信用のあった人物ということですね。いや、助豊は2ヶ月前の前当主の死去により、山名宗陵家当主になったばかりであり、助豊と忠興の間に信頼関係があったかは、何とも言えない。しかし、山名岩見守護家は、正忠の代に大内正弘の娘をめとったりと、大内家との縁が深い一族であるため、その関係者たる忠興が選ばれた可能性は、十分ある。派遣した人物が変に大内家と仲悪くなっても問題ですからね。下校した山名忠興は、備後神鍋城を本拠に勢力を拡大。天文10年の郡山合戦の勝利により、備後一帯を大内家が統治する頃には、大内義高から備後南部を任される、一大勢力となっていた。なぜ山名家から派遣された忠興が、大内家に従っておるのですか？それは山名家が統治するには、備後が本拠から遠すぎたからだよ。確かに天子家の出雲が真上なのに、山名の本拠地は遠すぎるのう。この時備後北部は山内家、中部は脇家、そして南部は山名忠興という、山名家の士官たちを中心として、大内家が統治する状態になっていましたね。山名本家はそれで良いのか？こうして備後南部にて、不動の地位を築きつつあった忠興であったが、天文12年、合戦と太城の戦いにて出雲国人たちと共に土壇場で大内家を裏切り、大内軍大敗北のきっかけを作ってしまう。大内義高からすれば、期待を裏切った怨恨の相手ということじゃな。この山名忠興らの裏切りにより勝利した天子家は、中央の細川氏綱と連携。当時隣の備中にて勢力を取り戻していた細川や周家当主、細川道忠を傘下に収め、備中、備後南部への進行起点を確保することに成功する。忠興のすぐ近くにも味方勢力がいたのじゃな。この時の天子家は、あの大内家に勝利した、という実績により名声を上げており、西日本の各勢力が大内、天子家に肩入れしたことで、複雑な勢力図を書いていた。いわゆる大内、天子の二大陣営の形成ですね。二大陣営というには少々苦しいがのう。まああくまで敵の敵は味方なだけだから、各陣営が仲良いわけではないしね。そして合戦と太城の戦いをしばらくして、稲葉の山名久通は没落したため、備後南部を抑えている忠興の、
戦略的な重要性は大幅に増していた。大内にとっては包囲網の邪魔、アマゴにとっては貴重な産業方面の基盤ですね。こうした観点からも、アマゴ型として瀬戸内海側を抑えている山名忠興の存在は、感情的にも戦略的にも優先して排除すべき相手であり、合算と打上の戦いの敗戦から立ち直りつつあった大内、毛利にとっては、こたびの戦いは、先の敗戦を払拭するためにも、負けられない戦いとなるのだよ。合算と打上の戦いから帰国後、山名忠興は反大内の先兵として活動、備後の尼子勢と共に秋の小早川領まで進行、毛利軍を打ち破るなど最初は勢いがあったものの、次第に落ち着きを取り戻した広中高兼ら大内軍、秋国衆により備後方面は劣勢となり始める。この時尼子家は、東の山名家との対決で忙しかったですからね。天文14年頃になると、備後の軍事を一任されていた広中高兼は、備後中部の黒目に陣を張り、元就の親戚、宍戸高家ら秋国衆と共に、北の尼子、南の忠興に睨みを利かせていた。この頃には備後中部はほぼ大内方が制圧していたということですね。元就はどうしたのぜ？前年の負の崩れの敗戦が言えてなかったのか、この年妻妙休や養母、杉の大方が死去したのが大きいのか、この年の毛利軍の動きはあまり確認できない。そういえばそうじゃったな。その代わり、元就の三男、小早川高景こと特殊丸が継いだ、竹原小早川家が積極的に動いており、特に特殊丸の貢献役であるのみ備前入道は、忠興の本拠神鍋城の南、深津軍を仮想の調略を行っている。山名忠興を備後で孤立させようという戦略ですね。この調略自体は、後の戦いを見るにまあまあうまくいったようで、のび備前入道ら竹原小早川軍は、五箇荘内の手代島城などに兵を込め、前線基地を構築。また、翌年12月、備前入道の孫、のみ宗勝が忠興の重臣、杉原文吾の神の調略に成功する。竹原小早川家、大活躍じゃな。そして翌天文16年4月28日、ついに大内家は大規模な攻勢を開始。初陣である小早川高景が率いる、竹原小早川軍が竜王山城を攻略。同時に元就は備後国衆、湯浅元宗らと共に小戸山城を攻略。翌月初めには壺を要害を攻略し、神鍋城を丸裸にしていった。多方面から一気に攻め込んだわけじゃな。また、義高はこの大規模侵攻の最中に、将軍足利義晴の朝廷により伊予の皇の道直とは僕。また、大内家家臣で厳島神主の佐伯景則が、野島村上家の野島城に在城しており、この時点で大内家は村上水軍らを傘下に置き、瀬戸内海の覇権を手中に収めていた。ここまで四面楚歌だと、神鍋城が落城するのも時間の問題でしょうね。この時点で大内義高はすでにその次、備中方面へと目を向けており、当時三政国の三浦貞久と、播磨国の赤松家の間で生じていた争いを、思想の観音寺や備中の正為助、三村家近に命じて調停させており、山陽全域にわたる反尼子勢の構築を目論んでいた。ここで山名忠興、細川道忠を潰せば、山陽方面はほぼ大内一色になりますね。また同年8月12日、大内義高は毛利高元に、備中の神の水居城を発給していたことを鑑みるに、そのままの勢いで広中、毛利の両軍が備中に侵攻する計画であったと思われる。義高はここまで対極的な視点で動いておったのじゃな。ここでさすがに尼子春久も行動を開始する。しかし太子様、尼子軍は前年の山名助豊との戦い、橋津川の戦いでかなりの損害を負っていたはずでは？それでも貴重な味方戦力である忠興を失うわけにはいかなかったのであろうな。同年10月、尼子軍は備中阿賀軍まで南下、迎撃に来た三浦軍を撃破し、三浦家重臣、巻勘兵衛の城を討ち取る。12月7日には細川氏綱経由でこの戦勝報告を山名忠興に伝えており、そのまま尼子軍は、備後国境まで進軍してきたのだよ。勝ち戦で山名軍の士気を上げつつ、大内軍を粉砕しようという計画ですね。しかし、ここで活躍するのが毛利元就であり、元就は小原高琴と協議し、備後国南部の各省協約。その結果なんやかんやあって、尼子軍は撤退していったのだよ。なんやかんやって何ですか？なんやかんやはなんやかんやだよ。書状を読んでも調略が成功して、尼子軍が撤退したとしか書いていませんね。つまり元就の謀略はやばいということじゃな。
そして翌天文17年5月1日、大内家は新たに派遣された吉高側近、青影高明を加え、かつてビンゴ最大の国衆であった宮光助の助家、宮次郎左衛門城の要害を攻略、6月に孤立した神鍋城の総攻撃を開始する。大内家も守護代こそいませんが、重役が3人も揃い踏みしているのは本気度が伝わりますね。また、この時吉川家浸透し、吉川元春率いる吉川軍も参戦しており、この戦いで初めて毛利元就とその息子たち、毛利高元、吉川元春、小早川高影が馬を並べることとなった。ここで初めて3本の矢が揃ったわけじゃな。しかし、ここで山名忠興は意地を見せており、この大内、毛利の大軍による猛攻を、なんと耐えしのいだのだよ。雨子も撤退してしまって孤立無援なのに頑張るのう。大内家に大損害を与えた忠興には、降伏しても死しかまっていませんからね。文字通り決死の覚悟だったんでしょう。この時点で攻城戦が本格化してから1年以上が経過、長期戦は避けられなくなっており、7月10日、元就はビンゴ黒人、馬や原氏に対し、神鍋城周辺の稲投げを指示、また、秋国東西城州やビンゴ内郡州にも動員を徹底するよう伝達している一方で、長期にわたる財陣を、甚だ迷惑だけど、抗議だから我慢してくれ、と説得している。黒人たちにも寄り添っておるのは抜け目ないのう。大内家は秋、ビンゴの大内型勢力をほぼ総動員しておりますね。その隙にまた雨子家が攻めてくるのではないか。この時雨子家は美政かにて、三浦貞久の高田城を攻撃。三浦貞久も抵抗を続けていたが、運悪く同年9月16日に病死しており、落城は時間の問題となっていた。雨子軍は撤退時に道を塞ぐ可能性が高い、美政か三浦家の討伐を優先したようですね。しかしそんな悠長なことをしていると間に合わんのではないか。三村家近、翔為助が盾になっているし、かなりの強行軍でないと難しいだろうな。大内軍も、雨子家による救援は当面はないと判断していたようであり、これを機に、大内義高は青影高明に、ある重大な指令を託すこととなるのだよ。神鍋城攻めの真っ最中の天文17年7月1日、山口から派遣された青影高明は毛利家思想、作運築栄に対し、毛利元就の山口下校が決まったことを伝えている。何故ですか？元就は次男元春の吉川家継承、三男高影の竹原小早川家継承のお礼をするためであり、吉高は主にここまで広中高金と協力して、秋ビンゴ方面で忠節を尽くした礼をするためだ。要は互いに苦労をねぎらおうというわけですね。そんなことしている状況ではないじゃろに。実はこの時高明は大内義高に対し、当主自らが出陣してビンゴ神鍋城の決着をつけるべき、と進言していたが、義高ら大内首脳部はそれを逡巡、逆にこの元就下校について高明に依頼しており、高明はそのことについて愚痴を漏らしている。おそらく現場と本営で感覚が異なっていたんでしょうね。これを受け、毛利元就は神鍋城周辺の稲投げなど、やり残した諸雑用を片付けた後に、井上十郎左衛門ら一部の兵を残して吉田郡山城に帰還。9月には前回解説した、吉川元春の吉川家継承の一環として、吉高に要請し、笠井忠盛ら秋東西城衆を、吉川家の日の山城に派遣してもらい、前頭主吉川お狐とその古戦法師を、毛利領である深川に隠居させる。前回の件はこの頃だったのじゃな。すでに元春は当主として吉川軍を率いていましたが、まだ内部では揉めていたんですね。そうして内外の用事を済ませた翌年2月、元就は吉川元春、小早川高影と共に山口に下校した。あれ？高本はどうしたのじゃ？高本は吉田郡山でお留守番だ。初めてのお留守番じゃな。お前。高本はすでに27歳の毛利家当主だぞ。一応出発直前、高本は弟の高影に対して、大内家内での礼儀作法についてこと細かくしたためており、高影には巻物2巻を渡して熟読するように指示したほか、後日に明るい作運築栄も同伴するので、よく相談するよう助言。一方で側近の金重元信を先行させて高本の師匠、江口沖里の元に派遣。高影に武家古実を教授するように依頼し、在山口の大物公家、小月これ春、寺明院元則にも伝達している。めちゃくちゃ気配りが効いておるのう。高本が山口滞在時にかなり力を入れていた、武家古実の知識が生きる絶好の機会だからな。
また高本は、滞在中は何事も元春、元成と共に日夜寄り合いして相談するよう説いており、若干兄貴風を吹かしたい感じが出ている。弟は立派に小早川家当主やっているのに、自分は元成、支持広義のスパルタ教育の真っ最中ですからね。たまにはお兄ちゃんをしたいのじゃろな。14日に到着した毛利元成ご一行は26日には宿所となる上皇寺へと移動。3月1日、元成は合参と太政の戦い以来、実に6年ぶりに大内義隆と再会する。元成にとっては12年ぶりの山口でもありますね。ここから元成ご一行は2ヶ月にわたり、大内家重臣たちによる供応を受けることとなる。多すぎなのじゃ。すごい歓迎ぶりですね。この中には武前守護代、杉重の利官、毛利勝負五郎といった同姓つながりなものもあれば、有力岩見国衆の一族である小笠原与五郎、沢田勝良、善太郎、吉見沖重、同じ秋国人で金名山天野家当主である天野高重の弟、天野高吉など、当時山口にいた元成と同じ立場の岩見秋国人たちもいた。やはり元成は同じ国人たちからの評判が良かったんでしょうね。また、大内義隆と長門国守護代、内藤沖森とは3度も供応を、末高房に至っては4度の供応を受けただけでなく、家臣である偉房秀からも供応を受けている。ちょっと末の歓迎ぶりは過剰ですね。実はこれにはちょっとしたわけがあるのだが、話がややこしくなるため、次回解説しよう。しかし、これはちょっと戦時とは思えないくらい遊びすぎではありませんか？それについては元成は歓迎を受ける側だからなんとも言えないが、元成はこの間に、義高や嫡子、義高ら義高一家や、義高の岳父、小月これ春に霊物を送ったほか、元春、高影の吉家は、竹原小早川家継承を承認したお礼を、一応している。まあ元成が山口でやることといえば、毛利家のための人間関係づくりくらいですからね。また、4月15日からは吉川元春の吉川家家督継承と関東の発給が行われ、元春は正式に吉川家当主吉川治部の将元春となる。そしてこの時、毛利家から天子家に寝返った伊豆葉助森の子、伊豆葉元助の家督継承の承認も並列して進行しており、岩見北部の有力国衆は、この時点でほぼ大内方に戻っていたことがわかる。先の敗戦直後は、小笠原、伊豆葉、吉川が裏切ったせいで、下手すると毛利領まで攻められかねなかったですが、ここに来て怒涛の投資交代と大内家基準が起こっていたんですね。そして毛利家にとって一番の出来事が、長門守護代、内藤沖森の娘と、留守番中の毛利高本との婚姻の決定だ。高本のいないところで勝手に決めてよいのですか？前回のワンワン、元春が特殊なだけで、当時としてはそれが普通だぞ。そもそも内藤家は毛利家よりも格上な上に、沖森の妻は大内義隆の母、東向井殿の妹、つまり義隆のいとこにあたる女性が毛利家当主、毛利高本に嫁ぐということは、毛利家と大内、内藤家の関係を強化するだけでなく、毛利家の価格と権威の上昇につながることとなる。これは大内義隆が毛利元成に、全幅の信頼を置いていたことの表れでしょうね。高本にとっては、いつの間にか過ぎたる嫁をもらうことになったのじゃな。ちなみにこの尾崎の局ね、この時代にしては珍しく本名がわかっており、本人が内藤家家臣、勝又氏に送った書状から、あややという名前であることがわかっている。ああ、それでその立ち絵。めちゃくちゃ現代風じゃのう。このような感じで、元成は山口にて供応と挨拶をこなしていっていたが、慣れない山口の生活に体調が悪化したようで、5月初めに病に伏せってしまう。元成はこの時52歳。いつ亡くなっても不思議ではないので全員戦々恐々としたでしょうね。しかし井上光俊の渾身的な看病により、11日前後に元成の体調は回復。5月17日には義高に糸まごいの挨拶をし、翌日、2ヶ月の滞在を終え山口を去った。まずは一安心ですね。しかし、結果的には元春も高影も家督を認められたし、息子にも過ぎたる嫁ができて元成は万々歳じゃのう。いな、この山口訪問は、毛利元成の心胆を寒から占めるものであった。は？え？そんな要素ありましたか？元成は内情を押し殺しつつ、義高に最後の別れを済ませ、ある決意を持って、秋へと帰国するのだよ。元成一家が山口へと横。下校していた頃、弘中高兼、小原高琴の指揮のもと、
神鍋城への攻撃は続けられており、天文18年2月から4月にかけて、当主不在の毛利軍、竹原小早川軍ら大内軍が猛攻。4月6日の戦いには、豊前守護大杉重則の子、杉重助も参陣しており、大内軍も本気で山名忠興を滅ぼしにかかっていた。秋備後だけでなく、北九州軍も一堂に会して攻めていたんじゃな。しかし、この大軍を前にしても忠興は耐え抜いており、小原貴琴が帰国した6月18日にも広中貴兼が猛攻を仕掛けるが、厚国人、平賀貴宗が流れ屋に当たって死去するなど、大内軍にも被害が出ていた。約2年近くも大内家に攻められているのにここまで耐えているのはすごいですね。このままじゃと天子の援軍が間に合いそうじゃな。実際におそらくこの頃、美作国では三浦家の高田城が天子軍に攻められ落城。幼い新当主、三浦貞弘を出雲に交流し、西美作は天子家が制圧した。いよいよ時間がなくなってきましたね。しかし、生真面目な広中高兼はそれでも粘り強く攻城を続けた結果、9月4日、ついに神鍋城の攻略に成功したのだよ。なんとか一安心、といったところじゃな。山名忠興は落城直前に脱出、大内家は逃げた忠興の探索をするが、忠興はこれを切り抜け、おそらく天子領へと落ち延びていった。ここまで必死に耐えてきたのに、この結末は切ないのう。少し歯車が狂っていれば名将となっていただろうが。歴史は敗者には残酷だな。神鍋城攻略後、大内義高は神鍋城城徳に青影高明を任命。高明は途中で大内家に帰順した杉原文吾の神らを従え、大内領の最前線を任されることとなる。大内家は秋だけでなく備後にも大きな拠点ができたわけじゃな。もともと神鍋は備後国守護所があったところだから、備後統治の拠点にもぴったりだしな。勝利に勢いづく大内軍は、そのまますぐ隣の備中浅口軍に侵攻。山陽地方における天子方最後の勢力、細川道忠の真所山を同年11月15日に攻めている。ここで一気に山陽を制圧するつもりですね。これに対しさすがに感化できなくなった天子軍は備中中部まで出陣し、大内方の三村井駅下を攻撃。この時高兼、高明は戦後処理に謀殺されていたため、小原貴琴と毛利元就が代わりに三村家救援のため出陣。顛末は不明だが結果的に天子軍が撤退した結果、細川道忠は抵抗を諦め大内方に帰順した。本当に天子家は対応が後手になりがちじゃのう。まあそれは結果論だから攻めるのは酷だけどな。また同時期岩見国でも動きがあり、11月24日、おそらく岩見守護大、戸井田高森の指揮のもと、吉川常冬、小笠原長勝らが出雲国境、大田作山城を攻撃。こちらも資料が少なく結末は不明だが、おそらく天子軍は大田作山城から撤退。岩見、出雲国国境ラインまで、天子家の領域が押し戻されたと推定される。天子家は東の美作を抑えた反面、備後南部や岩見国の共闘法を失ったのは大きいですね。ただ、藤井隆氏が指摘しているように、大内義高は翌年の元旦、妙見信仰で有名な出雲国長浜神社に、立ちと馬を寄進しており、この頃大内家と天子家の間で停戦協定が結ばれた可能性がある。天子家としても大内家との闘争は諦めて、東方面に集中したかったのでしょうかね。あるいはこの前後の動きを見る限り、天子家内で問題が発生していたかもしれない。何はともあれ、大内家の備後神鍋城攻めは、大成功に終わったのだよ。主人公の毛利元就は途中からいなかったがのう。以上の神鍋城の戦いにより、天文18年末の大内家の勢力図は、大内家の本領である、周防長と筑前豊前岩見の5カ国に加え、龍造寺種信や松良高信ら、新大内国衆が統率する肥前国の一部、毛利元就、広中高兼が統治する秋国と備後国の大半、三村井駅家、翔為助、細川道忠らが支配する、備中国の過半を支配、瀬戸内海の野島、来島、因島村上水軍も参加に加え、背後の大友家や河野家、山名家や赤松家とも同盟関係、まさに日本最大の大大名として、圧倒的な存在感を出していた。もっと言えば県民戦を独占して日本における銭の流通も取り仕切っているので、文字通り並ぶ者がいない勢力になっていますね。しかし、一見盤石に見える外見とは裏腹に、大内家内部では暗雲が渦巻いており、翌天文19年、西国は粛清の嵐が吹き荒れることとなる。ということで次回は毛利家内で起こった一大粛清事件。
井上一族中殺事件について解説しよう。次回はタイトルからして血生臭いのう。それでは皆の者、また会おう。さらばじゃ、またな。皆の者、待たせたな。究極の絶対秘辛、またラオキナだ。今回もオッキーのコーナーをやっていこうか。今回皆に紹介するのは、本編でも触れたこれだ。ビンゴ国における大内家、毛利も隣の支配体制だな。本編では割愛したが、神鍋城攻めの最中に、元就はビンゴ国人、馬や原氏に対し城周辺の稲投げを指示しており、元就の権限がビンゴ方面まで拡大していたことがわかる。また、この時のビンゴは、後に小早川隆景が述懐している通り、南部を広中隆景が、中部を毛利元就が差配する状態となっており、隆景、元就の両名が、大内氏のビンゴ支配の両輪を成していたことは間違いない。実際、大内家の方でもそういう認識だったようだしな。ただ、この時も元就と隆景は、決して対等な立場ではないことには注意が必要だ。例えばこの時、小早川隆景こと徳寿丸は、家臣の末永又三郎に感情を発給しているが、この感情は元就ではなく、広中隆兼、飯田隆子と経由で大内家に報告されている。この頃には秋国衆たち、特に吉川、小早川家は毛利家の指揮下に置かれていた、と、勘違いされがちだが、あくまで全員が大内家の指示系統の下、その中で元就は国衆の名士、という立場であり、権限的には大内家から支配権を委ねられている隆兼の方が上、というわけだな。ちなみに元就は、中郡の統治にあたって岡七郎兵衛の城、という承認的性格を持つ黒人を活用しており、岡はビンゴにおける裁判や情報活動、条約といった活動で元就を支える代わりに、ビンゴの交通の要所における所領給付を約束されている。こういった得意な技術を持つ人物や、地域に広く根を張った人物の活用は、元就が高本に訓戒している人材の登用を、元就自ら実践している証左だな。また、岡氏と同様に元就に抜擢された承認的性格を持つ黒人として、ホタテ直政という重要人物がいるのだが。まあこやつについてはいつか本編で解説するであろう。ということで、今回はここまでにしようか。それでは皆の者、次回も会おう。さらばだー。